オースチン7は1922年から1939年にかけてイギリスのオースチンが生産した小型乗用車である。第二次世界大戦以前の英国で生産された最多販売車種であり、1920年代初期に他社の既存小型車やより簡便なサイクルカーを一掃してしまった画期的な大衆車である。名称は当時のイギリスにおける課税馬力数値。 7HP 相当であることによるもので、一般には単にセブンと呼ばれ、またチャミーイコール仲良しという愛称でも親しまれた。累計生産台数は29万台で、米国でのフォードモデル T ほどの膨大な生産スケールではなかったが、英国において小型大衆車の大量生産を成功させたことで、英国自動車史に与えたその影響は大きい。 オースティン7サルーン1931オースティン7アルスターニシータースポーツ1930技術者ハーバートオースティンをトップとする第一次世界大戦前のオースティンの主力製品は大型車であったが1909年からはスイフト自動車が生産した単気筒7馬力の車をオースティン7の名で販売したこれは一時的なもので 第一次大戦終結後の同社は再び大型車の製作に復帰した。しかし、1919年に発表した3.6リッター車、20HP の売れ行きはかんばしくなく、その廉価版として1921年には、スケールダウンモデルの1.7リッター車、12HP も発売されたが、これも、こうそうせず、オースチン車の経営状況は、急速に悪化。 破綻直前となる。この危機的事態の中、ハーバート・オースチンは、戦後の社会、経済状況を鑑み、さらに小型の自動車が、市場から求められていると考えた。そこで、当時中堅、零細メーカーによって盛んに生産されていた線、CC 以下の軽量、廉価なサイクルカーに対抗できる、新しい本格的小型車の開発を企画したのである。当時、 イギリスで真っ当な自動車と考えられていなかったクラスの簡易車サイクルカーの市場に乗り込むという決断に会社の危機的財務状況を心配する役員たちは抗議したがハーバートは同業メーカーであるウーズレイにアイデアを持ち込むと脅しをかけたハーバート・オースチンはもともとウーズレイで職業人として研産を積んだ経歴の持ち主で創業者 ウーズレイの死後には一時社長職を引き継ぎ、第一次世界大戦終了後も自身の会社経営と並行して、未だウーズレイとも関係を持つ得意な立場にあったので、このような異例の説得策も使えたのである。さらにハーバートは、開発は自分自身が行い、その費用は自分の資産からの持ち出しで賄うという捨て身の条件まで提示したため、最後には、 役員会もゴーサインを出すことになった。ハーバートは自身の財産を投じてこれを設計したことから多くの関連特許を自身の名前で取得している。この投資で7が1台売れるとハーバートには2.1ポンドのロイヤルティが支払われることとなった。会社の経営悪化に対処するには可能な限り速やかにこの小型車開発を完了させ市販にこぎつける必要があった。 ハーバート・オースチンは技術者としての再確を自ら発案した。この新しいプロジェクトに傾け、1921年8月から1922年4月にかけて自宅で試作者の開発を行った。開発に携わったのは、ハーバート自身とオースチン社に1917年に入社していた機械工、スタンデー・エッジのわずか二人であった。エッジは、 7開発にあたっての記録を詳細に残しており、生前の証言とともに、貴重な資料となっている。ナイト助君者となっていた55歳の社長と、まだ若い18歳の機械校は、社長宅のビリヤードルームで実に4ヶ月にわたる、試行錯誤の検討を重ね、開発を進めた。二人は1日12時間を費やして、開発に没頭し、スタンレーエッジは余暇にも学習を重ねて、 資料収集に努めた。ハーバートは、シャシーやサスペンションなどを自身でデザインし、エッジがエンジン設計を担当、当初図面のほとんどは、エッジの鉛筆書きで製図された。手法としては、より大型の乗用車の設計を極限まで、小型化したというべきもので、小型自動車の設計としては、旧世代的な手法であった。それでも、エンジンとシャーシの設計には、 ハーバートとエッチの野心的アイデアがふんだんに盛り込まれていた。この新しい自動車は、1922年4月の設計完了後、速やかにオースチン車本社に原設計図が引き渡され、同年7月にプロトタイプ3台が完成、テストドライブに充てられた。ゼロからの開発スタート後、1年足らずのことであった。この車の量産車としての後年に至る。 長い成功と歴史上の意義の大きさを考えれば、バックヤードビルダー並みの二人体制でのスピード開発は驚異的な業績と言える。1922年中に市販が開始された。多くの関係者はこの小型車に期待していなかったが、市場の反応は逆であった。価格は当初標準型で225ポンドであったが、1923年に165ポンドに、 値下げされ、サイクルカーに対抗できる価格となった。結果、本格生産に入った1923年には2400台以上が生産され、翌年以降も順調に増加した。1925年の生産台数は8000台を超え、当時のイギリスでは異例の量産規模であった。小さいとはいえ構成フレームに四輪、水冷四気筒エンジンと三足、ギアボックス、 プロペラシャフトとディファレンシャルギアを備え、大人二人と子供二人を乗せて走行できる本物の自動車のチャミーは小型車しか買えないが、従前のサイクルカーに不満であった人々の需要を確実につかんだのである。数年でミニチュアのビッグカーはサイクルカー業界を一掃してしまい、ハーバート・オースチンと彼の会社に勝利の女神が輝いた。セブンは 戦艦機の英国における小型大衆車の一つの指標となり、英国の大衆自動車市場の拡大に貢献した。また、完成度の高いミニマムカーとして、諸外国への輸出や現地でのライセンス生産、ノックダウン生産も盛んに行われ、シャーシを流用したスポーティモデルが、社外のボディメーカーによって生産されるなど、1920年代後期から1930年代前半に、 かけての成功は目覚ましいものであった。生産台数が最高に達したのは1935年の27,225台であった。乗用車以外に派生型のバンモデルも作られ、シャーシの基本構造を踏襲しつつ改良を重ねながら1939年までに29万台が生産された。その過程ではグレードアップや性能強化も図られたが、 装備増大に伴って、排気量クラスに必死徐々に重量課題となり、走行性能が不足するロングセラーの小型車に、しばしば生ずる問題に悩まされるようになった。当初のオープンボディモデルは 350kg の長計量であったが、装備追加で1930年には 400kg を超え、固定屋根付きのサルーンボディではさらに数十 kg 単位の重量増加が生じた。 1932年以降パワーアップ改良が繰り返されたが、強化型のエンジンに欠陥が生じるなどの問題を露呈する一方で、車重増加には容易に追いつけず、これが限界に達した結果、チャミーは後続のモデルにベーシックカーとしての地位を譲ることになったのである。セブンは先行する大量生産者のフォードー型よりもかなり小型で、 ホイールベースはたった1.905メートルほど、車輪間の幅は1.016メートルである。初期型は360キログラムとかなり軽量で、フォードの半分以下の重量である。小型軽量車であるため、サイドバルブ 747cc、出力10割域のエンジンでも、当時のイギリスの道路で必要な走行性能は確保できた。シャーシは傾向による構成だが、平面で見ると、 一般的なはしご形ではなく前方を頂点とした A 形でエンジンは前方の狭くなったチャンネルセクション間にマウントされた小さな直列4気筒であればこれでもスペースの問題はなかったフロントサスペンションはビームアクスルで A 型シャーシの頂点で固定された半大円バネであるリアサスペンションは1、4大円板バネとラジアスアームが シャーシ後方に、感知レバー式に突出して、固定軸を支持するトレーリング型のレイアウトで、牽引力はディファレンシャルに連なるトルクチューブによって、シャーシのクロスメンバーに伝えられた。三角形のフレームトリアの感知レバースプリングによって、シャーシ本体の前兆を抑制し、鋼材使用量を最低限に抑えることができた。タレのほとんどない三角フレームは、ハーバートのアイデアと見られている。 当初から四輪ブレーキ仕様だったが、四輪ブレーキが自動車に普及し始めた時期の製品であったため、当初はフロント側はハンドブレーキで、リアがメカニカルフットブレーキだった。四輪がメカニカルフットブレーキで統合されて、一般的構造となったのは1930年からである。ステアリングはウォームホイールギアを使っていた。なお、当時は、 油圧式ショックアブソーバーが量産化されて普及する以前で多くの自動車はリーフスプリング間の摩擦によってある程度その代用を果たしていたが、セブンはメインスプリングとは別に原始的ではあるが、前後輪のフリクションダンパーを備えており、サイクルカーよりもレベルの高い設計になっていた。当初、ハーバート・オースチンは空冷に機動車とすることを考えていたが、スタンデー・エッジは 先行するフランス製小型車には 700cc-900cc クラスの水冷4気筒車がすでに存在することなどを論拠に新型車のエンジンも本物の自動車並みの直列4気筒とすることを主張しその説得に最後にはハーバーとも同意したそれまでの軽量車にはコスト面の制約から直列式もしくは V 型の2気筒エンジンが多く用いられたが 振動が大きいという欠点があり、それらを上回る自動車を作るためには小さくとも、一般の大衆車同様な4気筒エンジンが必要で、ある、とエッジは考えたのである。エッジとハーバーとの決定は、結果的に正しいもので、振動、騒音の低減や高速化に役立ち、商品力を高めた。エンジンは4気筒、747cc、ボア 56mm、 ストローク 76mm、サイドバルブ、アルミ鋳造クランクケース、中鉄製シリンダーブロック、中鉄製シリンダーヘッドであり、圧力中油型クランクシャフトがベアリング2個で支持されていた。一見プリミティブではあったが、品質は良く、信頼性と整備性も良好であった。冷却水のラジエーター循環は、ウォーターポンプを省いた自然循環式としたが、 冷却水容量に余裕が取られていたため、実用上の問題はなかった。点火システムは、当初は旧式だが、信頼性の高いマグネトタイプが使用されていたが、1928年からは、電装品改良の進展で、コイル方式に変更された。電動スターターについては1923年11月以降装備された。発売当初の最高出力は10.5ビット HPE。 徐々に強化が進んで1933年には1 7ビット h p まで高められたが、重量増加のペースがそれを上回り、生産期間末期の出力不足をきたすことになった。3足リバース付けギアボックスはエンジン一体となっていた。変速比はモデルによって様々に変更されていた。4足ギアボックスは1932年に追加され、 1933年には3速と4速にシンクロメッシュが追加された。1934年にはさらに2速にシンクロメッシュが追加されている。後方車軸はスパイラルベベル型でギア比は4.4、1および5.6、1。短いトルクチューブがディファレンシャルのハウジングからリア,アークするクロスメンバーのベアリングブラケット部まで伸びている。 1931オースティン7スワローサルーム1920年代にジャガーの共同設立者であるウィリアム・ライオンズはブラックプールのスワローという会社でモーターサイクルのサイドカー製作を行っていた。ライオンズは1927年になると自動車ボディ製作を行うようになった。最初に手掛けたボディ仮装がオースティン7のシャーシだった。 1932年までに3500台ほどの様々なスタイルが製造された。それ以降は SS というブランド名で自動車全体の製造を行うようになった。フランスローザンガール LR2929 年式、ライセンスモデルベアシャシーの状態で日本に出荷されたオースチン7。日本製のボディが仮装されている。 トヨタ博物館所蔵世界各国の自動車メーカーがこの車のライセンス生産、コピー生産を行った。ドイツのディクシーでは1927年からライセンス生産れて BMW の最初の自動車はオースチン7のライセンス生産であった。アメリカではアメリカンオースチンが設立され1930年からライセンス生産された。フランスでは ローザンガールが1928年からライセンス生産をした。オースチン7のシャーシ及び駆動装置は日本やオーストラリアに輸出され使用された。そのためか日本のダット自動車は正式なライセンス契約をせずに自社製品ダットさん初代モデルのデザインベースとしてセブンの設計を投用したという説が欧米でルフしている。しかし実際はフランスの ベンジャミン1922年型が主たる参考で、セブンは先行した、ベンチマーク的存在に止まっている。日本でも、ダットさんの普及以前には、相当大数のオースチンセブンが輸出され、オーナードライバーによって使用されていた。ツアラー、サルーン、カブリオレ、スポーツ、クーペ、バン・オースティン・ナナ・チャミー・ツアラー1929、オースティン・ナナ・ボックス・サルーン1933、 オースティン7ニュールビーサルーンオースティン7アルスター2シータースポーツ1930オースティン765日比2シータースポーツ1933第2次世界大戦後には多くの中古オースティン7がその廉価さと改造の容易さからスペシャル仕様としてリビルドされあるいはパーツ流用でレーシングカーのベースになるなどしてモータースポーツの勃興に寄与した ロータス創業期の出世作、ロータスマーク1はその中の代表例である。ボールドウィン、NA、Z of Cars of the 1920 S. デボン、UK、ベイビューブックス、ISBN1 から87979から53から2条画の、N、ボーリューエンサイクロペディアオブザオートモビル、ロンドン。 ハムソ ,ISBN1 から579582931、ABC ミルズ、リンシー、オリジナルオースティンセブン、ビデフォード、デボン、ベイビューブックス、ISBN1 から87万979から68から0セジュイック、MA、Z オブカーズオブザ 1930S デボン、UK。 ベイビューブックス、ISBN1 から87万979から38から9、クラシックモーターマンスリー、ザ・スーパーアクセサリーズ、ハット・ザ・オースティン・セブン・スペシャル、ハット・オースティン・ナナ・スペシャル。ありがとうございます。